ございます。子宮頸がんも予約してます。今朝 JR 岡山駅前で岡山県の職員ら7人が子宮頸がんの予防を呼びかける付箋を通勤通学中の人たちに配りました。ワクチンの定期接種の対象となるのは小学6年生から高校1年生です。この時期に接種できなかった27歳までの人を対象にしたキャッチアップ接種もありますが、今年度で終わります。いずれも無料で、岡山県は時間を確保しやすい夏休みに接種してほしいと話しています。ワクチンによって救える命というものがございます。正しい知識をしていただいて、一人でも多くの方を救っていきたい。